ウエステルダムは、ホーランドアメリカラインが所有する、ビスタ級クルーズ船である。ホーランドアメリカラインが運航する3隻目の、ビスタ級クルーズ船であり、姉妹船として、オーステルダム、ザイデルダム、ノールダムが存在し、船名はいずれも、東西南北を意味するオランダ語に由来し、ウエステルダム号の場合は、西という意味を含む。カーニバルブリーズに横付けした、 ウエステルダム現在運用中の船体は3代目に当たり、本港においては特に断りのない限り、現段階で運用中の船体についてもベル。2004年4月25日、イタリアのベネツィアで、オランダの女性俳優、デネ・ソーテンダイクによって命名された。ウエステルダムは、他のビスタ級クルーズ船と同じように、ディーゼルエンジンとガスタービンエンジンを併用する。 コダグと緻密なソーダを可能とするアジポットが採用されている。船内の美術品コレクションは新世界におけるオランダの遺産をテーマとしており、ヘンリー・ハドソンが大西洋横断で乗船したハーブ・ミーインを描いた絵画や様々な彫刻や像が船内に展示されている。現代作品としてはアンディ・ウォーホルの肖像画やアリゾナ州セドナの美術家 スザンナ・ホルト作の彫刻などが展示されている。2007年4月に改装され、客室が34室追加されたほか、複数箇所の公共スペースにも変更が加えられた。日本には2018年10月、横浜港大三橋国際客船ターミナルに初めて来航し、以降各地の港湾に寄港している。2011年5月10日、カナダのブリティッシュコロンビア州、 クルーネ国立公園南方のヤクタット湾を航行中に流氷に衝突し、喫水線から4.6メートル下が損傷した。2014年6月28日、シアトル港を出たウエステルダムのボイラー室より出火した。当時、乗客2086人、乗員798人が乗船していたが、負傷者が発生しなかった。すぐに、シアトルに寄港し、 合衆国沿岸警備隊による出港試験を受けた。2020年2月、香港に寄港したウエステルダムは、2019新型コロナウイルスの流行を理由にフィリピンと日本とタイへの入港が拒否された。台湾や米領グアムも入港を拒み、同月13日にカンボジア南部のシアヌークビル港に入港した。初代ウエステルダムは、 オーランドアメリカラインの下1946年から1965年まで運行した。本線は143人分のファーストクラス用の客室を備えた課客線であり第二次世界大戦中に建造された。初めての航海の前に3度も沈められた稀な経歴がある。一度目は1942年8月27日にロッテルダムの造船所で 連合軍からの爆撃を受け、沈没した。1944年9月に、ドイツ軍が船を引き上げたが、オランダの反対勢力によって、すぐに沈没させられた。その後、二度目の引き上げの後、1945年1月17日に、抵抗勢力は再び沈没させた。三度の沈没を経験した、ウエステルダムであったが、無事に造船が終了し、 大西洋横断航路を運航し、オランダのロッテルダムとアメリカ合衆国のニューヨークの間を毎月2回往復した。1965年2月4日、スペインにスクラップとして売却された。二代目ウエステルダムは、ホームラインズというイタリアの海運会社によって、ホーメリックという船名で1986年から運航していた。1988年に、 ホーランドアメリカラインが元船を購入し、1989年に改造した。改造により、全長が40メートルほど伸ばされた。13年にわたる643回のクルーズを経て、2002年に姉妹会社のコスタクルーズへと譲渡された。異常先では、コスタヨーロッパと命名された。2010年4月から10年間のリース契約により、トンプソンクルーズに貸し出され、 貸し出し先では、トンプソンドリームとして運行している。ありがとうございます。